おっしゃー、リオルスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。あんたが俺の主か。どうだろう どうだろう きっとそうに違いない。はい、来ましたね。ついこの間ちょっと手伝ってもらった、35夜のうちのお二人でございますね。はい、あずきさんと謙信くんがなんとこの旅に出ることができるようになりましたと。はい。あはずきさんはパッと見、なんか襟が ついたぐらいですけど、謙信くん若干髪型が、もう、髪型が少しワイル、若干だけどね、これ成長してるんじゃないですかね。これは楽しみですね。はい。はい、なんかイベントが始まったかなと思えばこれですね。はい。2倍。2倍。5倍。敵を撃破し、部隊を強化せよ。ありがとう。2倍ね。ドロップ率2倍ね。稀にが、ごく稀にが稀にぐらいになるやつね。はい。ありがとうございます。あ、これもそろそろ取れるんじゃないかな。話し勝負。はい。1番は、何の成果も得られませんでした。まあ、これがもらえたぐらいですね。で、来るんじゃない？急に旅に出たがる人がいるんじゃない？ほらー。小豆長光の様子がいつもと違うようだ。さて、どうしようか。どうしようか？ え？旅立ちたいようです。どうしようかって。みんな今まで話があるんだか的なあれだったのに、どうしようか 悩んでるんですかね。でも旅立ちたいと。ダメです。順番です。うちはちゃんと順番守ってるんで。はい。また後日な。待ってく観れ。光が終わったようですね。ありがとうございます。はい。研修もらってきました。いやー、ここ最近ね、妙に暑くなってきてるから、こう涼しげな背景いいんじゃないでしょうか。すがすがしいね。はい。で、イベントといえば、ね、先日、春じゃない、花札、花集めの段、楽器集めの段終わったわけなんですけれども、僕の成績は、と言いますと、入手、入れ替え、並び替え、入手順ということで、はい、村雲郷さん、続いて、豊前郷さんまで、本丸に呼ぶことができました。9万だったかな。ギリギリ9万いった感じになります。はい。で、ちなみに、はい、お初でございます。前回のイベントの時は、ちょっとね、お迎えできなかったんですけども、今回、なんとかお迎えすることができたんで、見ていきましょう。どうぞ。行かなくちゃいけないんだよね。ん？お腹痛くなってきた。お腹痛くなってきた。あれ？これはあれか？久々でもないか。戦いたくないでござるチームの一員かもしれ。舞台が安くなるよ。舞台が安くなる。ん？まだやらせるの？まだ、今来たばっかりだよ、あなた。俺に。何を期待してるの？何を期待してる？いや、まあ、戦果を期待してますが。まだやらせるの？まだ。俺に何を期待してるの？ええー。なんで俺にやらせるの？なんで俺にやらせるの？まあ、刀剣男子だから。はあ、これはまた変わった方ですね。俺はもう。正義にも悪にも振り回されたくはないんだ。正義にも悪にも振り回されたくない。俺も旅に出たいな。旅に出たい。雨さんと一緒に。アメさん。ほ癒されるんだ、雨さんといると。へえ。俺はもう、どうせまた二束三文で売られる。二束三文で売られる。あ、そういう過去をお持ちですか。ちょ、盗聴見ていきましょうか。じゃあ、はい。売られたんだ。へえ。
ラストですね。200番キリがいい。村雲号、うん、見ての通り負け犬だよ。見ての通り正義とか悪とか見ての通り誰が何の権利があって決めるんだろう。って考えすぎたらお腹が痛くなってきた。お腹痛い。どういうこっちゃ。ほう、見た目じゃそんな感じなかったんだけどな。へえ、あら自然体、なかなか自然体。へえ、内刀なゴーハ村雲ゴーさん、はい。何があったのか分かりませんが、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。これで盗聴、また新たな階層が、あれが見れるね。そうだ、あれが見れる。なんだっけ、アクト5、ステージアクト4か、ステージアクト5に6振りってすごいよね。もう全員連れてどっか行けばなんか面白いミュージカルが見れるんだろうかね。ああこちらも見れますね。はい、なるほど。あ、アメさんってサミダレ号さんのことかな、うん、落ち着くって言ってたけど、へえ、これはまた後日見ていきましょう。はい、で今日はあれですね、新たな、うん、極め男子が発表されたということは、あれ行ってみましょう。よろしく。はい、では夜になりました。新たな旅の始まりでございます。まだちょっとこの景色は早いような気がするけど、春の夜っていうのももうあの桜満開だったんで、それはさすがにもう無理があるかなってことで、はい、もう少し一足先に夏の夜でございますね、うん、梅雨の夜みたいなこう雨降ってる風景もありっちゃありな気がするけどね、うん、しとしと降ってる、うん、夜っていうのもありなんじゃないかなと思うけれども、今それはないんで、はい、じゃあ順番的には明石さんですね。うん、お兄さん、弟2人が行ってますからね、まあ、兄貴も行かなきゃですよ。うん、明石さんじゃあ行ってもらいましょう。もう99で待ってましたと。うん、待ってたかどうかわかんない。うん、基本的に戦闘をやりたくないチームの一員ですからね。はい。まあその気になれば、重い腰が動けばきっと彼はやってくれるはず。明石邦之の様子がいつもと違うようだ。とうとう本腰を入れる時が来たか。ああ。うん。主はん。はい。ところにいた。私はずっとここにいるぞ。明石邦之が修行に旅立っちゃうようです。わかった、まあ、その間弟たちは任せろ。うん、あ、むしろ僕がお世話になってます。はい。あなたの弟たちにはすごくお世話になってますが、はい、では行ってらっしゃいませ。修行開始。さあどうなってるんだろう。帰ってきたらこのシャツとかちゃんときっちりしまってたりするんだろうか。あの服のボタンとかきちんと、うん、閉めてたりするんだろうか。まさかな、うん、コンタクトに変えて、いやまさかな。はい、では、小狐丸さんのお見送りを見ていきましょう。強くなるには一人の時間が必要です。うん、あ、まあそれはわかる、うん、自分を見つめ直す時間が必要ですね。なるほど、ありがとうございました。はい、というわけで、明石さんが旅立ったわけなんですけども、はい、手紙が来る前に今回ちょっと予習しとこうかなと思いまして、はい、ただ予習、まあ、いろんな、うん、ウィキとか、うん、いろんなページ見たんですけども、まあ謎が深い。はい、まあ読んでいきましょう。はい、お名前は、明石邦之さんです。はい、時代は、生まれた時代は、鎌倉時代。うん、まあ多いですね、鎌倉時代の方。はい、投稿は来派の、国行さんという方でございます。はい、まあなんかいろいろまた難しくてですね、国行さんがその来派の子祖、うん、ほぼ子祖ほぼなんかこの方よりも前の方がいるかもしれないらしいんですけども、ちょっと何も残ってないらしくて、うん、
で現存するもので見ると、まあ、やっぱりあの国行さんなのではみたいな形らしいです。はい、うん、まあちょっといろいろまた諸説あるかもしれないんですけども、僕がちょっと探した中ではやっぱりライハの国行さんがほぼ始祖という形で、はい、で、はい、明石国行という名前の由来ですね。はい、これは明石松平家、徳川家の支流、はい、徳川家の流れを組む、明石松平家に代々伝わっていたと。はい、来歴は不明さ、はい、松平家にどうやって来たのっていうところもやっぱり不明ということで、はい、でそっからも、まあ、現在はですね、まあ国宝として墨田区の刀剣博物館に収蔵されてるわけなんですけども、うん、現存するんですけども、ここの間にこうだ誰が持っていくか、誰が持っていた、まあ要は明石松平家の中でもどなたがまあ主な元主なんでしょうかっていうところも、うん、不明不明なんですよ。まあ、松平家の方々が代々大事にしてきてくださって、まあ、現在としては国宝になってる感じなんですけども、はい、ちょっと具体的なね、元主がまた分かんなかったんですよ。僕の予習が甘かったんですけども、甘かったのかもしれないんですけども、うん、でこの刀剣博物館、はい、これ僕行きましたね、はい、見てきました。すごい綺麗な状況で残ってるんで、皆さんもぜひ見て、あの機会があれば行ってみてはいかがでしょうか。まあ今ちょっと場合が、世間が世間なんで、はい、まあ落ち着いたら、はい、流行り病が落ち着いたら、うん、見に行くのもありなんじゃないでしょうか。はい、で特徴として、その方の特徴として、三個塚剣が彫り込まれる。三個塚剣とは何ぞやっていう形なんですけども、なんかインドの、仏具らしくて、こう不動明王様を、うん、示したものが彫り込まれているということですね。うん、アイゼン君はよく、まあ、あの不動明王不動明王言ってますけども、はい、明石さんにも彫られているということだそうです。はい、以上なんですよ。どうしましょうね、これ手紙来た時にまた新しい名前とか、まあね、松平、あ、明石なんとかのとこ行ってきたぜとか言われたらちょっと困っちゃうんですけどもうこれは覚悟を決めて読むしかないですね。はい、それでは1枚目の手紙を、じっくり待つとしましょう、うん、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いやー、まあ歴史というものは本当に難しいですねなんかあの同じ名前、似たような名前とか、なんとか派とかね、うん、でまあ刀派作った方と刀が同じ名前だったりするじゃないですか、うんそれもね、これどっちのこと言ってんだろうっていうのも、もうこう読んでて分かんなくなったり、本当難しいですわ。はいでもね、このゲームがなかったらそういうのもね、うん、調べようっていう気にも なんなかったでしょうから、本当このゲームすごいと思います、その辺、うん、この歴史音痴の僕に歴史調べようと思わせるっていうところは本当、うん、ありがたい知識が深まっていきます。はい、浅い僕の脳みそに深まっておきます、いきます。はい、では、本日はこの辺でお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼します。おっす。さあ、どういう手紙くんだろうな。